今回はですね、プニプニで新イベントやっていきたいと思います。なんか、花坂 G が、花坂丸になってるいうことなんやね。で、他にもなんかいろんな妖怪転生してて、これ、ヤオビクニかなとか、お金ないだとか、ブリ隊長もブリ教授になってるみたいなね。ってことで、早速イベント進めていきましょう。ガシャ今回、100人やりたいなと思ってるんだけど、いよいよ、ニャーケービー92の初ライブ始まりますね。なんやって？ニャーケービーのライブから始まるの？なんか嵐すごいけど。こんなに雨降ってて本当にライブあんの？それに、ニャーケービー92って何？ 48 ちゃうかったけど、92体も92人もおんのかな？新しい妖怪アイドルだには知らないのかにゃ？これ、ヤオビクニーの92を取ってるよね。ニャーケービー92で。きっと、本家ニャーケービーみたいに超プリティだにゃん。ニャーケービー92、みんな、はじめまして、92でーす。かわいい。本家にも負けていない。今日はちょっと悲しいお知らせ、秘宝です。大雨で、ライブの目玉だったお花が全部散っちゃって、そんなバカな。本当にごめんなさーい。あんまりにゃん。キラマロ、闇マロがなんか、転生してめっちゃ優しい顔になってるんだよね。諦めるのは早いぞ。ここに、あれかな、出てくんのかな、花坂丸が。花を咲かせる伝説の妖怪。花坂丸の力があればライブは成功する。花をいっぱい咲かせてもらいましょうか。ダイモン教授、今回気まぐれゲットなんだよね。あそこにいるのはダイモン教授。ナイスタイミングね。今回も調査お願い。それからヒルズに気まぐれゲット出現したの。ちょうどね。三つの間、つぼみの間があったりとか、満開の間があったり、ご褒美の間があるっていうことでしょうか。で、特攻の妖怪がやっぱ欲しいところなんですよね。ってことで、転生ガシャ100円回していきましょう。ガシャの中身がこちら。一番欲しいのがやっぱランク Z のニャー KB9292 だよね。0.5%。で、ブリー教授、パーリーコウモリ。これあの、転生妖怪のイラストコンテストのやつだよね。で、ダブル S ランクのマジギレーノ。これは別にあんまいらんかなって感じだけど。で、キラマロということで、新キャラ5体ですね。ニャー KB92 とりあえず狙ってガシャ回していきますか。アイコンとか特になし。多分降ってきたら今回のイベントの新キャラやと思いますけれども、最初の10連行ってみましょう。金閣で。なんかさ、花坂丸ってさ、なんか目閉じてるやん。金のカプセルから開けていきましょう。ダブル S ランクの覚醒土雲ちゃんかな。光オロチ。花坂丸さん目を閉じているということは、もしかしたら、盲目のさ、侍さんなのか。あ、ジータン。目が見えないのかもしれないような、知らんけど。綺麗なお花を咲かすことはできるけど、その美しい花を自分の目で見ることはできないという、そういう不条理にあるのか、花坂丸さん。ダブルゼータだもんね、すごいよな。転生妖怪。花坂丸を入手するには、ランク Z の、ニャーケービー92。ああ、色かぶせる。すべて、オープン。新キャラは、おりません。30連目。マイル。あと、ブリー教授も、花坂丸と、守りの花子やっけ？森の花子だっけ？に特攻なんだよね。行きましょう。ランク Z。降ってくるのか？はい、来ました。本日、最初の新キャラ。いきなり Z 来るのか？ドゥヤダブル S ランク、マジギレーノール。なんか、ほのぼーのか、イメージにしちゃってるよね。ほんわかしたほのぼーのが。マジ許されんの？これからは何があっても離れ離れ許されんの？だから、ドンヨリーヌと離れ離れになって切れてんのか？いや、わからんけど切れてますよね。ほい。30連目の金のカプセル。ブーン。これも光オロチさん。色カプセルからさすがにもう降ってこんかにゃ？あとあれだよね。ご褒美の間で特攻なのが、パーリーコウモリ。ヒゲコウモリが、なぜか、パーリーになってんだよ。パーリーピーポーになってんだよね。行きましょう !40 連目狙うわ !Z ランクヤオビクリニャーケービー92すべて色カプセルじゃすべてオープン色カプセルに新キャラはおりまへん早くもこれで半分の50連 !100 連で 0.5% のニャーケービー92出てきてくれすべて、色カプセル。どうしたどうしたどうした後半に期待して、まず、これ全部開けてみましょうか。新キャラゼロ。60連目いきましょう。転生妖怪今のところ、山吹鬼と、あとイケメン犬と、
で、今回の花坂 G でしょ。だから残るはブシニャンと、白駒さんだよね。金のカプセル、これだけ。ドドン。あれやな、ランドリーだね、ダブルエサンク。色カプセルから降ってきてほしいところですけどね。このボーノの、その、キレ、ボーノ？そこまで特攻の効果高くなかった気するんよね。ブシニャンの転生妖怪は絶対にゲットしたいところではあるけど。60連目終了。70連目。ヒャビゴー。こっからクレッシャー。こっから新キャラバンバンクレッシャー。金確定。何個？ 2 個。先に開けていく。なに？土のこの社長。あれ？ホムラテングちゃんかな？天狗か。70連目にしてまだ新キャラ一体だけ。これはいかんぞ。逆に、こっから来るかな？こっからぐいぐい来るのかな？ 70 個目、オリリュー。80連目、行きまーす。新キャラ、一体だけだったら、100連で新キャラ一体だけだったらおかわりするわ、ちょっと。さすがにこれではイベント、すべてオープン。80連目は新キャラはない。えぐいな。色カプセルばっかりか。90連目。ヒャビゴー。そろそろ頼む。頼むぜよ。金確定。90連目金は2個。小町郎。なんか食うた後あるね。なんか食べた後ありますけど。これはこれも闇キュービとか。しかも闇キュービ2体目。ウォールガイ。まだ1個しか降ってきとらんぞ、え？で、ウィスパー2040、90個目ウォールガイ。とりあえず100連目行きましょう。これはちょっと おかわりパターンかな。全然やね。えぐいぐらい出ないね。逆にすごいな、こんな出ないなんて。色カプセルから開けてみましょう。Z ランクというよりは、新キャラが一体だけしか出てきてないっていう。闇丸。で、サイのメニュー道とかかな？ダブル。アーダコンダとか。いきます。100個目。ドス。あれ？ちょっとですね、さすがに、これではイベント進めれんっぽいから、どうしよっか、おかわりで、新キャラが出るまで、もう一体新キャラ出るまでガシャ回していく。110連目。もうとりあえず1体出たらもういいわ。もう1体新キャラ出たらそこでいいや。金から。あ、開けていくー！ダメや、彼ら。千北、韓北。ちょっと今一気に開けちゃうね。なんか、こんな出にくいもんかしら。130連目いってみようー。え、これ120連やったっけ？金確定。はい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 。金庫開けていくよん。あれやな。青龍さんかな？あれなんで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 なん新キャラが底辺に開ける。渋いんかな？もともと確率が渋いんですか？出現率が全くアップしてないってこと？なんかよくよく考えたら、今回、新キャラの出現率がアップしてないのか。だから出ないんですかね。だっていつもだったらさ、だいたい出現率アップとか書かれてあるけど、全く確率アップしないんだよね、そういえば。うわ、それはえぐいな。通りで出ないわけじゃん、みたいな。これで150連目かな？さすがにこれでストップするか。あるだけ回しても出ない感じがしてきた。あ、来ました来ました！これで最後にするわ。150連目で最後にしますわ。ダブルエースランクのキラマロー。渋いね。ちょっと渋いね、これ。これはなかなか渋いあるよ。はい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 。新キャラがキラマロさんちゅうことね。ワイポイントがほんまないけど、しゃあないな。おかわり。もう一丁行きましょうか。せめてなんか、色カプセルか。残り30連で出るの？キラマロと、この棒の、キレ棒のじゃあ、さすがに厳しいあるよ。170連目かな？金確定。
100円のつもりやったけど、あまりにも出てこないから。あまりにも出てこないよ。ひょいラストいきます。もうワイポイントないんで、ラストいきます。もう170、180連目かな。最後の望みを託して、いきましょう。色カプセルかけていく。この180個目の金のカプセルに、新キャラ Z ランクは入っているのか。なんかこれまでのパターンだ。これまでの流れだと、ちょっとやばい気するけど、S ランクぐらいの妖怪入ってきそうだけど。いきます最後、180個目 !Z カモンダメーカラー最後ちょっと必殺技使っておきましょうか。新キャラのキラマロさんと、キレボーノさん使って、必殺技チェックしておきましょう。あ、マジどうしようかな。今回のイベントどうしようかな。これが切れたボーノさん。で、これが、なんか、人格変わった闇マロシャン。気まぐれゲートでワイポイント稼ぎしていかんとあかんもんな。さあ、これでフィーバー突入。必殺技チェックしときましょう。マジギレフィールド。攻撃力アップ。祝福の祈り、HP 回復。攻撃力アップと HP 回復系か。二人ともマジ真逆の性格になったな。輪廻転生するとこんなことになるのか。輪廻様のせいで、みんな転生しちゃったってやつだよね。この真ん中中央にいる輪廻様のせいでっていうね。なんかコロコロ、バグりかけてんな。コロコロコミックもなんかさ、リンネさん出てきてるよね。めっちゃびっくりしたんだけど。なんか、最新の月刊コロコロコミックの漫画に、まさかのリンネ様が、みたいなね。